ぜ。はい、こんにちは、ザイオンフットボールクラブの林です。今日はですね、朝起きて、ちょっと外は雨が降ってたんですけど、朝ツイッターをね見てたら、やべっち FC 終了というニュースが記事が出てまして、と思ってびっくりして、その記事がね、出てたんでちょっと読んでみますけど簡単なところですね。サッカー J1 がようやく再開するのに、ナインティナイン矢部浩之が、の冠サッカー番組矢部っち FC が8月終了で調整されていることが本誌の取材で分かった、サッカー男子、U23 がある東京五輪まで番組続行の見通しだったが、新型コロナウイルスで五輪が来年の夏に延期されたことが痛手だったという、これ東京スポーツの記事なんですけど、いろいろ書いてありますけど、なんかその後に、これヤフーニュースで見てるんですけど、いろんなコメントがあってね、亡くなってしまうのは日本サッカー界にとって痛手だとか、いろんなことが、書いてありますね。で、なんでこれをね、YouTube で僕が喋ろうかと思ったかと言いますと、そもそもこれ何年やってるのって話で、すごい長いんですよ。何年やったんですかね。これは18年間続いていたらしいです。18年ですよ18年の間に本当ね、いろいろあったと思いますけど、本当矢部さん、なんかこの記事見ると、なんか矢部さんのこう仕事の心配とかしちゃってるんですけど、そんなん矢部さんからしてみれば全然問題ないでしょっていうね。なんかこう矢部の、打ち切りになるみたいな話で、ちょっとネガティブな感じで記事が書かれてるんですけど、矢部さんに対して感謝じゃねと思ったんですよね。もうだって18年間も日本のサッカーを、いろんなこう角度で報道してくれて、それでサッカー好きになった人とかいっぱいいると思うんですよ。僕も、毎週もちろん見てましたし、やっぱ全試合見るってなかなかできなかったですけど、 J リーグのね、 J1 の全ゴールとか毎週やべっち FC でチェックできるんで、すごいありがたかったですね。それをもとにこう子供に指導することもたくさんあったし、だからちょっとトースポの記事がんと思って、だからそうですね、18年続けるってすごい大変だと思いますね。なんか記事見てたら、そのお子さんも6歳と4歳みたいで、小学生になるのかな、来年、今年ですかね、小1になったんですかね。土曜日日曜日休みになってね、で毎週日曜日の深夜に、生放送だから、日曜日ね、せっかく子供との時間が取れなかったりとかするわけですよね、多分ね。そういうのも考えると、本当矢部さんお疲れ様でしたっていう感じで、僕はなんかただの一般人ですけど、その記事に対して違和感があってね、そんなネガティブなことじゃないでしょう、思いましたね。矢部さんに関しては今後もね、日本のサッカー、あの人サッカーすごい好きなので、見てるとね、テレビを、これからも日本のサッカー界にこういろんな形で貢献してくださるんだなっていうふうに思うんですけど、またこれで若い芸人さんとか、喋りがうまいサッカー好きのね人たちがこう番組、テレビなのかわかんないですけど、そういう形で日本のサッカーをどんどん広めていってもらえたらね、一般人、サッカーを指導する者としてはすごく嬉しいですね。ずっと何かを続けるっていうことはやっぱすごく難しいことですし、むしろやめていいと思いますね。それをやめて、次また新しいものが生まれるっていう、すごいポジティブなことだと思うので、やべっち FC、なくなってしまうのはね、すごく寂しいんですけど、矢部さんの人生とか、僕なんかがね、言うことじゃないと思うんですけど、一人の人間がずっと18年間続けてきて、それをこう悪く言うとかネガティブな意見言うっていうのは全然見当違いですし、何とも思ってないと思いますけどね。なんかすごく違和感がある記事だなと思って、
見てましたね。うん、まあもちろんね、みんなこう、なくなっちゃうのっていう意見が大多数です。僕もその意見ですよ、うん、けど別にネガティブではなく、本当に毎週毎週録画してね、見させてもらってて、このゴールが、このアシストが、このパスが、このシュートがっていうのを一個一個解説して、まあ矢部さんイニエスタが好きだったんで、イニエスタのシーンがすごくこう多く、こう映してもらいましたけど、僕もそれを、その動画とかを使って子供に指導することもあったりして、いや本当助かってましたね。だから今後また考えないといけないですね。はい、まあちょっと今日はそんな、まあ、ニュースが飛び込んできたんで、ね、まあ、ちょっと動画で話してみようかなと思いました。僕は今、ランニングして筋トレしてやってきましたよ。まあ、ちょっと雨がねすごい降ってきて大変でしたけど、まあでもやっぱり今日ツイッターで、ツイッターだけじゃないか、インスタでも、もう今日今から走って筋トレして、ブログ書いて YouTube をアップします、11時までにっていうのをちょっと出してて、10時10分に、はい、まあ、それで発信することによってやっぱちょっと自分を追い込めるんで、まあ、今日の天気だったらちょっと自分の、ね、より意志弱いんで自分の一人の意見っていうか考えだったら絶対ちょっとできなかったですけど、やっぱそうやってツイッターとかに出すと、ね、やんなきゃいけないって見られてる感がすごいあってね、まあ大事だなと思いましたね。で今日はその後帰ってきて、まあ、腹筋とか筋トレしながらローランドの動画見てましたね。フィーゴ、ルイス・フィーゴがこうローランドのお店に来店するっていう動画だったんですけど、すっげー勉強になりました。何が勉強になったかってね、ローランドすごいっすね。なんかまあ、フィーゴと対談みたいな感じで10分間しかないって言ってね、まあ、その限られた時間の中でいろんなことを突っ込んで聞いてみたいっていう話で、まあいろいろこうどうやったらストライカーが生まれるかとか、日本のサッカーの今定位置みたいなの教えてくださいとかいろんなこと聞くんですけど、まあ、なかなかそのフィーゴがね本音で話してるっていうよりかは、まあ、一サッカーのこうアンバサダーとして来日してたみたいなんで、まあ、そういう発言をしてて、ね、まあ、あんまりこう本音で話してくれなかったなみたいなこと言ってるんですけど、その後にただこれ、まあ、俺はだからインタビュアーとしては二流だと、これで俺がもしポルトガル語を話せたらどうだったんだろうとか、なんかそっちのこうすごいポジティブに考える力みたいなのが、でしかも動画の中ね、いっぱいそのまた彼の面白い名言みたいなのがね、あって、いやすげえなっていうふうに思いましたね。まあ、朝から刺激もらいまくり、うん、でしかも僕知らなかったんですけど、ローランドってセレッソ大阪のなんかアンバサダーかなを務めてるみたいで、セレッソのこともちゃんと告知してたね、動画の中で。いやー勉強になりますね。喋、うん、りもうまいし、うん、ちょっとこう刺激を受けた朝でしたね。ローランドさん、ありがとうございました。はい、まあ、というわけで、今日やべっち FC の、がちょっとまず番組打ち切りになるかもしれないっていう話と、まあ、それに対する記事の内容とか、うんって思ったこととか、まあ、あとローランドの、ね、動画のことをお話しさせてもらいました。どういう動画だよって感じですけどね。まあ、でもこうやって話してるだけでもね、本当頭使うし、すごく、まあ、見てる人にとってはなんだよ林お前超つまんねえなと思われるかもしれないんですけど、結構大事なんですよね、うん、人前で話すとか子供たちにサッカー指導していく中でやっぱりこういい発言とか引きつける言葉とかっていうのをねどんどんこう出していきたいなと思うんですけど、やっぱ練習が必要なんで、この YouTube は僕にとっては一つの練習にもなってるんですよね。なので見てくれてる人たちは、うん、つまんねえって言ったらグッドボタン、あ、グッドボタン、バッドボタンか、はい、バッドボタンを押さないでください素人なんで。はい、まあでもこうやって楽しみながら、ね、今後やっていきたいと思います、ね。まあ、とにかく今月は YouTube ちょっと頑張らないといけないですね。はい、まあちょっと気合い入れてやっていきますよ。ってわけで、今日の動画はこれでおしまいです。いつもいいオチが思いつかなくてグダグダしちゃうんですよね。すいません、どうもありがとうございました。